いいんですけどね、ごめんなさい。あのね、これ一つちょっとコツなんですけど、はい、手をねこうやるだけで、そうそう、それでもうね3泊ぐらいもうね使えるんですよ。これそうやってやってたってことだよね。そうやってた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 、ラララーとかやってたんですよね。やってたんですよ、はい、おかしい。でもみんな多分分かってないんで、ね、あ、そうだそうだそうだ、タキシード仮面様いませんよね。タキシード仮面様、あ、いらっしゃいましたね。タキシード仮面様もぜひさっきのコツを使ってみてください。ラララでもさ、さっきのさ鏡に向けたラララララいいじゃん、違う違う、なんかそうそうじゃなくて鏡に向けてんだる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 かっこいいでしょ。そんな感じでタキシード仮面様らしくやればいいのね。そうそう、英語を喋ってるかのようにやっておけばいいんですよ。まあ、そんな感じでね、はい、ということでですね、それではここで新セーラームーンと新タキシード仮面様のお二人に、まあ、やってしまいました。まだね、仕切り癖が治っていないもので、ついつい仕切ってしまうんですけれども、これが本当の最後の仕切りなのでやらさせていただきます、はい、よろしいですか。やりますよ。新コンビの門出を祝いまして、ここでデュエット曲を歌ってもらいましょう。どうですかお客さん。大拍手ですからね、皆さんもお二人のラブラブをぜひ見たいと思うので見せつけちゃってください。いいですか、選曲ももちろん私がしました。デュエットナンバーより You are my jewelry、 どうぞ。決まってますね。あなたもお仕事するのよ。はい。それではセーラームーンより若いといえばこの子しかいません。置いといて、新チビムーンの登場です。皆さん応援よろしくお願いします。会場のチビっ子も一緒に歌ってね。
県ちびうさ役の宮崎ノエルです。8歳です。負けた負けた、当たり前でしょ。ごめんね、ノエルちゃん。自己紹介の続きをどうぞ。小さい頃から大好きで見に来ていたセーラームーンの舞台にちびうさ役で出るなんて夢にも思って いませんでした。今までのちびうさに負けないように一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくね。はい、よくできました。皆さん、夏登場、夏公演に登場する可愛いちびっこはノエルちゃんだけじゃありませんよ。もう2人のキャストをご紹介します。どうぞ。はい、どうもありがとうございました。うわー、すごいいい曲で、もう感動っていう感じでそれでは2人に自己紹介をしていただきましょう。ブラックムーン一族の子供、アロンという役をやります。アダニア渚、10歳です。舞台に立つのは初めてなので、すごく緊張しています。でも一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。同じくブラックムーン一族の子供、マナを演じます鈴木かすみ、10歳です。こういう風な体験、経験は初めてなので、すごく緊張していますが、その緊張に負けないように頑張ります。2人はどういう間柄なんですか？二卵性双生児です。お、難しい言葉知ってますね。じゃあ劇中2人はどういう役柄なんですか？そんなことわかるわけないでしょ。そうよ、質問のレベルを考えなさい。少し頭の使うタキシード仮面になってくださいね。どうもまたぎこちないからおせっかい焼きたくなんのよね。ね、ほんと困っちゃうね。ババクサ好きに変わっておっしゃきよ。みんなで参加しちゃいましょうコーナーです。このコーナーは会場のちびっこにステージに上がってもらって、私たちと一緒に気に変わって
っしゃきよのポーズを決めてもらっちゃうんだよね。このビデオを見ている良い子のみんなもこれを見て、月に変わっておしおきよのポーズを決めちゃってくださいね。それと今回会場に来てくれた友達でステージに上がれなかった子は本当にごめんなさい。それではまずチビムーンが見本をするのでよーく見てくださいね。せーの、月に変わっておしおきよ。みんなできるかな、できるかな、できるかな。みんなチビムーンのを見てやってみようか。分かる、ね、やってみようね。はい、じゃあラスト、ラストもう一回、最後です。最後だから、最後だから決めようね。最後頑張って決めてみましょう。会場のみんな決めてね。せーの、月に変わってあっしゃきよ。はーい、皆さん大きな拍手を。気をつけてね。バイバイ、気をつけて、バイバイ。それではみんながあんまりにも上手だったんで、ここで会場のみんなと一緒にムーンライト伝説を歌っちゃおうかな。賛成の友達。その前になんと今度バンダイさんがみんなが歌うのにとっても楽しい製品を作ったんですって。なになに？じゃーん、なんとセーラームーンになりきって歌っちゃうというその名もカチューシャマイク。その機能を説明しちゃおうね。なりきりカチューシャヘアと一体になっているヘッドセットマイク、そしてこのベルトがスピーカーになっているんだよ。ぜひみんなもセーラームーンになりきって歌ってね。そして私もこのマイクをつけてなんと歌っちゃうんだよ。その様子を早速みんなに見てもらいましょう。うん、まずお届けするのはアニメセーラームーンよりムーンライト伝説、どうぞ。